はい、大塚です。今から得意の北関東に向かっていきたいと思います。今はですね、金曜日の19時過ぎですね。仕事終わって、すぐ、車乗っていこうかなと思ってます。どんな週末になるんでしょうか。それでは蹴ってらっしゃい。上がってんの、下がってんの、みんなこっち行っとけ、上がって。着きました、足柄です。今回の作戦はね、足柄で寝るんですが、雑魚寝ではありませんよ、皆さん。朝です。さあ、10時19分、受付は11時です。行きます。渋滞です。止まりましたね。間に合うんでしょうか。なんかで着替えていいみたいですね。着替えだけはいいみたいですよ。シールズもあるから。シールズ何かちょっと楽しみ。いろいろ種類を。関東フットボールツアー2021、実は最終戦、シールズフットボールフトナイト2021、始めたいと思います。よろしくお願いします。やべ、また出ちゃった俺。特にこれ使います。特別な話はないんですが、まだ、コロナナイトモード、いや、普通かな。あーしょー、左流れちゃうのかな。よいしょー、あーしょー。恒例の、ソフィアクリスタルさんからですね、旧称のクリスタル盾の他にですね、ビアジョッキいただいております。こちら、かなり大人気の商品。皆さんね、ジャンケンをして決めたいと思います。最初はグー、じゃんけんぽい。おい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 。メンズ第1位、ゴアンダー。おっ、おっ、ありがとうございます。これは初チャンピオン勝利という話ですが、照井選手です。これはソフィアクリスタルさんから、優勝のクリスタルまで。どっちやっぱり好きになれないわ。多分俺らだけですよ。
インターナショナルさんからワインと、やばいじゃん、ボールホルダーと賞金1万円とインソールと、すごい、そしてシール商品です。 おめでとうございます。やっと参加しフットゴルフの関東、まあ、ツアーになりましたけど、参戦して4年、5年経ってやっと勝つことができました。これも、皆様が練習してくれたり、いろんなアドバイスくれたりして今日があると思います。これからも次は、ジャパンでも勝てるように頑張りたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。2回しか見てなかったらないだろ、見たこと。で、俺は、俺のおすすめ、俺のおすすめに、ちょっと俺のチャンネル行ってくる。あったあった。それじゃん。これだわ。これ。雨かい。2日連続雨かーい。今日 Vlog 撮ってるから。赤え？アホがそこ。そう。SL あるよ、SL。いいじゃん、SL 一緒に入るじゃん。よし、ありがとう。じいちゃん頑張れよ、おじいちゃんおばあちゃん。これなんていうの、麺ソース、麺ソース、ソース、うん、もうお前撮ってるアップするか。はい、動画だと。動画？動画で撮んの？そう。日によって違いますからね、でもね。なかなかだから難しいんですけど、同じコースでも。そうですよね。そう、若干。いいよ。始めさせていただきます。皆さん本日はお集まりいただきましてありがとうございます。なんとか天候も雨も上がりまして、夕方まで持つのかなというところで。開催することができました。本日はですね、動画リーグの最終戦。今日につきましては、皆さん今日、夕方日没の関係がありますので、なるべくあのプレーファーストで、ご記録をお願いいたします。ナイスキックです。チャレンジカテゴリー優勝の小林隼人さん、
お風呂行かれました。ハヤトさん、ハヤトさん優勝したんだ。ハヤトさん優勝したんだ。マジか。じゃあ優勝者のユウトさんから一旦。それトロフィーちょっと持って。一言コメント。2分ぐらいはちょっと欲しいです。え？尺で。2分ですか？そう。まあ去年の途中から東海リーグ参加して、でまあずっと一般カテゴリーの優勝っていうのを目指していたので、最後の最後で取れてとても嬉しいです。でまあ自分的にはジャパンツアーで7位以内に入って来年のアメリカ行けるようにっていうのを目標にしているので、これからも頑張っていきます。ありがとうございました。いいですか皆さん。ありがとうございます。皆さん質問はいいですか？質問タイム。おめでとうございます。使うのは10秒ぐらいだけど。大塚です。